こんにちは、F、です。世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまうでも最近は20分は喋ってるという気ままなコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家やシーンについて気ままに楽しく語っていくチャンネルです。さあ、今回回回…ははフランス文学眺望編第2回目でです。す、はい、えー、っとですね、前回 最初にやってみたら30分かかったんで分割で取り直しています生放送の、えー、編集をしない人間の悲しさですねということでちょっと資料の方を出していきたいと思いますはい、えー、ということで前回はですね、まあ、革命まで革命の後19世紀世界の首都パリの20世紀ということで、えー、ご紹介して このね革命までと革命のその後特に、えー、ルソーとボルテールとモリエールの話をしました。モリエールの話、下打ち入るんですかね。まあ、特にルソーの話をしました。で今回はですね栄光の19世紀、まあ、フランス文学をフランス文学たらしめているのは19世紀の活動に、ね、よって、えー、フランス20世紀の、えー、栄光はすべて19世紀の延長みたいなもんですね。はいでもう19世紀といえばですね、えー、バルザックの人間喜劇。 ですね、まるで一つの小説であるかのように言ってますけど、まあ、ご存知のように人間奇劇は確か96巻ぐらいありますね、えーまあ、この中に「いとこベッド」お「ゴリオじいさん」えー「谷間のより」ウージェーヌ「ウージェーヌ・グランデ、えー」それから「まあ、あ絶対の探求」とかですねいろんな長編小説あと「いとこポンス」っていうのもありますね「いとこベッド」「いとこポンス」ってなんか漫才師の掛け合い漫才みたいですけど でまああのー、短編もね、えー、ザクロ屋敷とか赤い宿屋とかお話ししましたけど、素晴らしい短編、たくさんたくさん書いてますね。それから、まあ、スタンダードといえば赤と黒とおパルムの創印。 味のある小説いいいっぱい書いてます。恋愛論というね、長い恋愛についての論文も書いていますね。それからあのこの2人の後にはですね、フローベルがボバリー夫人を書いて、ですね、これでフランスのこう19世紀の小説の書き方が規定されたような、えー、バルザックよりはるかに洗練された形でね、えー、その後の人たちに引き続いていくみたいな感じですね。ボバリー夫人、マダム・ボバリーですね。それから感情教育という同じぐらいの長さの小説も 書いていてますそして世紀、えー、の大通俗作家って言ったら怒られますけど、えー、ビクトルユゴ、えーゴデミゼラブル」ね。 レミゼラブルって知る人ぞ知るというか知らない人はいないですね。まあ、ミュージカルになったり、映画にもなったりしましたけど、まあ、昔はアームジョーといってですね、えー、紹介されてましたね。ーアームジョー、まあ、レミゼラブルですからね、アームジョーなんですよ。名役ですね。でえー、子供用の少年世界文学全集にもですねアームジョーというタイトルで、あの一番最初に教会でし、 あの銀のお皿を盗むシーンがありますねで、それを神父さんが許すというところがあって、えそのシーンだけがですね取り出されて、道徳の教科書にまでね載ってました、神父さんはなんで許したと思いますかって言ったら、はーいってみんなで手を挙げて、ですね優しかったからとかです、ね <laughs> あの、ジャンバラジャンがかわいそうだと思ったからとかね、子どもたちは得意げに語っていましたけどね、なぜ神父さんは許したんでしょうね。 とまあ、子供たちの文化、子供のような文化だったら優しかったからではあるんだけど、これを神学的に論じればです、ね、神なら許すからだみたいなね、こういう,こう深遠なね思想にまでなっていくというね、キリスト教というのは深い、えー、宗教なわけですね。はい、それからゴンクール兄弟、あちなみにビクトリー・号ゴという人はですね、えー、増田明美さんのような逸話を言えばですね、朝5時から昼の12時までぶっ 投資に書にき続けてたそうですね毎日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 でそれは詩も書いてたんですね詩をそねベクトル融合詩集って日本ではねほとんど目にしませんけどね岩波文庫でありますけどねあんまり読まれないですよねまあ、もっぱら小説 えー、あと、戯曲もあるのかなあ戯曲もありますね。死刑囚最後の夜っていうのはね、青空文庫に掲載されてますね。でゴンクール兄弟っていうのはあの小説書きの名人家、えー、ゴンクール賞というのがフランスにありますけど、えー、このゴンクール兄弟の名前を取ってますね、えー。どっちかが物語を作って、どっちかがそれを文章にするっていうね。えー、古畑任三郎で、鏡京子というね、えー、あ,あの、あの有名な女優さんね、反町の奥さんのなんとかさん。 だったと思いますけど昨日やってましたね、あの田村正和さんの没亡記念でね、えーまあんな感じですよ、加賀美京子さんと同じような感じでゴンクール兄弟 <laughs> やってたんですね。えー、それから えー、名人芸でらしいで小説を書く、まあ、トーマス・マンがそう言ってましたで、アナトール・フランス、芥川龍之介が、ね、大好きで、芥川龍之介の大道寺信助の半生とかを読んでると、必ず出てくるアナトール・フランスえ、読みたくて読みたくてたまらなかったけど、昔どこにも置いてなかった、今もほとんど置いてないですね、えー、すごいですね、有名だけど翻訳がないってねで、ちなみにアナトール・フランスの脳の重さは保存されていてです、ねえー、なんか人類で一番重かったと言われていた時期もあったそうですよ。はい それからブールジェ、これはあのトーマスマンが若い頃没頭したフランスの流行作家ですね。それからテオフィル・ゴーチェ、えー、詩人、美しい詩を描いていた人ですね。で、えーまあ、バルザックの後継者みたいな感じで、エミール・ゾラ、ルーゴン・マッカール奏者ですね。で、ルーゴン・マッカール家というのがあってですね、居酒屋、あの人間喜劇的に同じような感じなんですけど、えー、居酒屋の夫婦の娘がナナということでですね。えー そんな感じで、テレーズラ館、えー、愛の一ページ、こ愛の一ページってとっても面白い小説でしたね。で、あのー、なんていうんですかね、これ、ゾラは、まあこう、科学の19世紀でですね、遺伝的な要素が人を動かすことを書くっていうね、そういう。 テーマでで書いてるんですよだから本人は遺伝が人間の行動を規定している。だからこ7が、7って勝負なんですけど、あんな風に動くのはこの居酒屋の夫婦を見ればわかるみたいなね、そんな趣旨で書いてるんですけど、まあね、DLA が人間に及ぼす影響っていうのはまだまだ全く分かっていなくて、最近の研究では、あの、 その日その時の記憶でさえ DNA が子孫に伝えているというね事例もあるようなんですよあのスピリチュアルな話じゃなくてちゃんとした科学の話として、えー、でもまあ基本的に19世紀の遺伝学だから大雑把すぎてですねまあそれは成功してないみたいなんですね。 でも単純に小説として面白いということですね。でもね、ナ,ナはあんまり面白くなかったんですけど、印象に残っているのは、一番最後のシーンでナナが死ぬときにです、ね、不、え、仏、ー、戦争直前なんですね。で、ナポレオン三世もこの小説には出てくるんですけど、えー、っとベルリンへ行くぞ、ベルリンを占領しよう、ベルリンへ、ベルリンへって民衆が叫んで終わるんですよ。で、民衆が叫ぶ中、ナナは死ぬんですけど、あのーね、でそう言って、フランス盛り上がってたんですけど、いざ海戦となるとあ、あっ。 という間にプロシにやられて占領されてしまったっていうね、そんなことなんですけど、まあフランスはそういう熱狂にあったんだなと、まあ、占領されてね、第二帝政が終わって第三共和制が始まるんですね。その第三共和制は、えー、第二次世界大戦でドイツに負けたときに終わって、戦後第四共和制が始まり、えー、ドゴールが クーデターを起こして、現在は第五共和制の政府だということになってたんじゃないかなっていうふうに思います。えー、で、まあ、このドリフス事件、ユダヤ人ドリフス少尉か隊が、えー。フランスのね、陸軍の情報、プロ社に売ったという。こう、こう疑いを課せられてですね、なんと終身刑になって、懲役、懲役っていうか、に入れられたんですけど。それは、えー。 陰謀でですね本当のスパイの陰謀で陥れられたんですよ。でも、なんかそれぞれ人間関係があって、借金がいろいろ諸々あって、ですねその陥れた陸軍の証拠のことを本当は分かってたけど、えー、陸軍大臣も首相も議会に嘘ついてド、ドリフス事件なんか存在しないみたいなことを言って、でゾラがある日、ですね新聞に広告を出して、ドリフスを助けようみたいなことを出して、ですねそしたら免誉毀損で訴えられて、 えー、その自分の名誉毀損の裁判の席で存在しないと言われていたドリフス事件のことをボンボンボンと言ったもんだから新聞は騒ぎ立て、えー、歴史に残るドリフス事件になったということですね。で、えー、ここはあのー、ほとんど知られていませんけどもしフランスの19世紀にドリフス事件をゾラのおかげで解決をしてユダヤ人に対するああいった対応を こう社会としてしないというふうになっていなかったらですね、えー、ナチズムが起こったのはドイツではなくフランスだったかもしれないっていうね、そんな話もあるんですってということでした。はい、そして、えー、19世紀フランスでいえばモーパッサン、ピエール・トジャンとね、あと書いてませんけど、えー、ベラミ、死のごとく、強し、女の一生というのがあります。でえー、画家のドガが、ね、モーパッサンを愛読していました。画家のドガは、えー、大変な読書家で、えー、フローベルもね、えー 愛,愛読していていねフローベルのボバリー夫人を愛読したのかって言うと、そんなことなくて、フローベル書簡集が最大の <laughs> 愛読者だったってね、えー、手紙は書いておくもんだな <laughs> みたいな感じですけど、暗証できるぐらいにフローベルの書簡集をね、ドガは愛読してたんですって、それとモーパスさんの小説を愛読していたと、でピエールとジャンの関東にはですね、えー、ドガのおかげで書けましたみたいな感じの感謝の言葉が書かれています。 はいであのモーパスさんの短編はとても面白くてですね2人の友とかですね、えー、プロ射兵がね長男と次男とどっちを殺すか決めろってお母さんに迫るな,な,なんとかっていうね、もう本当にあれですけど、あと山小屋とか、シモンの父さんとか、首飾りとかね、ね水の上とか、港とか、明治短編小説がたくさんありますね、モーパスさんね、すごいですね、それからこの銅で、銅でってあんまり有名じゃないんですけど、風車小屋だよりと月曜物語を書きました。えー こ両方ともとっても面白くてね風車小屋だれについてはこのチャンネルの。 どうん、別の動画で語りましたけど、月曜物語についても言いましたけど、あのー、昔ね、僕、えー、と同じぐらいの世代の人だったら、えー小、小学校の教科書に最後の授業っていう、ね、もの教科書に載せたと思います。あれを書いたのがドーデさんです。で、まあね、最後の授業はアルザス・ロレーヌ地方というフランスがね、さっき、えー、ゾラで言ったフーツ戦争で、フランスが負けたためにですね、ドイツ領になることになって、えー 今日がフランス語の最後の授業ですみたいなことを言うわけですね。しかしながら、あそこの辺のアルザス・ロレーヌ地方にあるシュトラスブルクというドイツ語の町があってですね、現在はフランスでストラスブールと言ってたと思いますけど、ゲーテがね、シュトラスブルクの大学に行ってますからね、ゲーテの時代はドイツ,ドイツ,ドイツの方の、ね、行政側だったんですね。それがどっかのタイミングで、えーまあ、フランス側になっていて、そしてフて、 戦争でドイツになって、第二次世界大戦でドイツが太り返して終わったから、まだ今フランスだけど EU になったからどっちでもいいやみたいな、ね、感じになってますね。はい、ちょっとよ横道にすれました。で、えー、フランス19世紀といえばもうボードレール、ね。ボードレールがいなかったら、今の日本の現代史のすべての現代史は違う形になってるんですよね。ボーードレールがいなかったら史は こんななな展開にならないですあの何が偉大なのかっていうとですねこの書いた詩が偉大というよりは プロデュース能力なんですで。ボードレールはエドガー・アランポ、ね・ポーを発掘した批評家としてもすごいんですよ。エドガー・アラン・ポーはボードレールがいなかったら世に出なかったかもしれないってとんでもない話ですよね。それからあの、各近代絵画の分かりにくさとはどんなものなのかっていうね、え美術批評家としても一流の人だったんですね。えー、だから詩人としてが生きてるときは、詩人として一番つまらなかったみたいな感じですけど、悪の花というのは初人類初の詩集なんです。プロデュースされれて作られた人類初の の刺繍と言われています。えー、それまでの刺繍というのは一定期間に詩人が書いた詩をはい、えー、30分になったから刺繍出そうみたいな感じで出してたのをボードウェールは今回の刺繍はこんな糸で書くぞみたいなね、えー、そしてこれこれこういうふあに CD をレコーディングしていくようなね、そんな感じですよねそれで作ったのが「悪の花」。 あなんですね、えー、だから、悪の花の一個一個の詩が、まあ、一個一個の詩もすごいんですけど、えー、これ何よりもプロデュースしたというところがね、そういった一個一個優れた今までに全くない書き方の一つ一つの詩をプロデュースして悪の花という形で出した。まあ、本当はね、悪の花じゃなくて、なんか別の名前になったかもしれなかったらしいんですけど、候補の中で最も世間受けしそうな悪の花にしたそうです。 はい、そして、まあ、同じようにね、ボードレールの「青銅血統」みたいな感じで、ランボーが、えー、いろんな詩を書きましたね。で、3文詩としたら「地獄の季節」と「イルミナション」。この二つを書かなかったら、ランボーは別にそんなすごい天才とは言われていなかったと思います。えー、まあ、まあ、そうは言ってもね、陰文には「酔いどれ船とかですね、「幸福」とかですね、えー「放浪」だったかなとかですね、えー「オフィリア姫」とかですね。 あのまあ、とってもいい詩がたくさんあることはあるんですけどでもあの圧倒的にこのねもう,もうすごいですよこんなもんよ人間が書けるのかぐらいの詩ですねで翻訳者たちもね一流の人たちが翻訳していますね、まあ、中原中也も翻訳してるけど 中原中也が翻訳した乱暴は中原中也の詩にしか見えなくなるから僕は嫌なんですね、個人的には。で金子光春さんが訳した、えー、幸福とかですね、清岡卓之さんは全てを訳しているけど、清岡さんもね結構清岡卓之,之してくるんで、あとまあこの三文子は小林出雲の翻訳で読みました。あとね、乱暴といえば合わずのり夫さんという人がね全ての詩を翻訳しているし、乱暴についての批評も評論もたくさん書いてて、えー、僕は淡路則夫さん。 予算の乱暴のなんかね年季みたいなのを読んで、ずっと持ってますね。もう 中学1年ぐららいから持ってますね,それ,をね、はい、それから、まああの、あまりにも美しすぎる詩を書いたベルレール、もうすごいですね。しかし、ベルレールの写真だけは絶対見ちゃいけませんよ。見ない方が幸せです。ベルレールの写真を見てね、ベルレールの詩を読むとね、うんだからこんな詩を書くんだなって思ってしまいますね。なぜならば、ハゲハゲって言ってたらですけどねあの、なんか決して女性にモテそうなふうにしないから、ですねモテないっていことは失恋するわけですね。失失恋恋するっていうことは失恋の思いいをストーカーカしないか 限りは詩が美しいんですよ。ランボーとこう同性愛的関係になって、奥さん、えー、離婚したんですけどね、離婚した後の奥さんのこともですね、あのー、たかが一人の女のために私の心は悲しくてみたいなねそ、そんな詩を書いてるんですよね。はい、であと、ロートレアモン、ランボーに匹敵する三文詩の詩人、本名イジドール・リュカス、えー、マルド・ロールの歌というね、えー、書いてます、えー。有名なところでは ミシンと破れ傘が出会ったみたいなことを確かね、えー、書いてるんですよ。えー、まあ、それもちろんそれだけを書いてるわけじゃないですけどね。えー、っとまあランボーとロートレアモンがフランス近代の二大三文詩人だという、ね、ことをさっき言って 言ってたあの百科事典でね読んでへえー、そうなのかっていうことでロートリアモンの名前をランボーを調べたらロートリアモンが出てきたということでですね百科事典のおかげでロートリアモンのことを知ることができました。ということで、えー、19世紀のフランス文学、えー、この北上の大地みたいな感じでねものすごい人たちがゴロ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 ,ゴロいますよね、えー、フランス19世紀の文学はあ人類史の奇跡だったかもしれませんね。 はい、ということで、えー、ここまでで講釈終わりで、夜の停車期2021のコーナーです。今回は、佐藤春夫の少年の日、はい、少年の日、春、能雪、山雪、海辺雪、真昼の岡部、花を敷き、つぶら瞳の君ゆえに、憂いは青し、空よりも、夏、 影大き林をたどり、夢深き身瞳をこい、悩ましき真昼のおかべ、さしぐまる赤き花にも。秋、君が瞳はつぶらにて、君が心は知りがたし、君を離れてただ一人、月夜の海に石を投ぐ。冬、君は夜な夜なケイトアム。 銀の編み棒に編む糸は、かぐろなる糸、赤き糸、そのランプ式、他がものぞ。はい、えー、ということで、えー、フランス文学を眺望する第2回目でした。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。